すこともあるはず。そんな時には思いきり泣くのもいい。悲しいことなどほらすぐに消えるから、さあおいで僕のところへ、小さなその手を伸ばしてごらん。夢の世界へ連れて行くよ。素直な心だけがあればいい。今日もムーミン谷にいつもと変わらない朝が訪れました。でもその日、ムーミンの家に珍しいお客さんがやってきて大騒ぎになるなんて、ムーミンは夢にも考えませんでした。さあさあ、朝ごはん朝ごはん。ねえママ。あらみ、おはよう。台所に立つのってそんな楽しいの？長年使い慣れたお台所に立つと幸せな気持ちになって、とても居心地がいいの。私のお城のようなものよ。じゃあパパのお城は？そうね、パパのお城は書斎かしら。じゃあムーミンのお城はベッドね。そうね、ムーミンは寝るのが好きだから。誰か来たよね。おはようございます。あれ、お姉ちゃんだ。おはよう姉ちゃん。みー、ムーミンの家にお邪魔ばかりしてダメじゃないの。泊まっていいって言うんだからいいじゃない。そんなこと言いに来たの？すいませんママ、朝早くから。いいえ、構いませんよ。何か急用なんでしょ？ええ。さあ、座って。ゆっくりお話を聞かせてもらうわ。実は困ったことになって。どういうこと？私たちの母が突然やってきたんです。え、お母ちゃんが？それが困ったことなの？母の他に弟や妹も一緒なんです。私のところ狭いものですから、こちらにいさせていただけないかと思って。そういうことならお安いことよ。うちでよかったらどうぞいらしてください。ミーもお世話になっているのに、その上にまた大勢が迷惑かけちゃう。ミーはうちの子も同じだ。お母さんや弟さんなら遠慮には及ばんよ。ムーミンパパ。すぐにお連れしたらいいわ。あの、実は外に来ているんです。あら、ほんと、早く入っていただきましょう。いい加減におし、あんたたち。お母ちゃん、失礼します。ようこそ我が家へ。少しない間にずいぶん大きくなったね。お母さん、こちらムーミンパパとムーミンママ、心よく引き受けてくださったわよ。それはどうもありがとうございます。これはようこそ。何もお構いできませんけど、自分の家だと思ってください。ところで、その元気なお子さんは全部で何人ほど？ミーとミムラを別にしてちゃんといれば10人ですわ。時々どっかに迷子になっちゃって。10人ですか。あ、そうですか、そうですか。誰か寝てるぞ。尻尾だ。尻尾よ。尻尾ね。
ふわふわしてるぞ。身がいっぱいいる。そうか、これは夢なんだ。夢じゃない。あ、なんだ君たちは。僕の顔から置いてくれ。待て。捕まえたぞ。ムーミン、よく捕まえたわね。ミー、一体この子たちは。あ、いたったったった。あ、おはようムーミン。この子たちは一体何なんですか。私たちの弟や妹たちなの。よろしくね。よろしくって。おいしいお茶ですこと。お子さんたち喧嘩しません。年がら年中やってますよ。それじゃ大変ですな。お、いえ、ちっとも大変じゃないんですの。そりゃまたどうして。次は僕だよ。今度は僕にやらせろよ。ダメダメ、僕だ。例えば代わり番号だよ。ずるいよ。ほらね。はあ、ママ、ママ。わあ、出た。こら。ムーミン、そこにいるの？ママ、ママ、あの子たち。ムーミン悪いけど、お掃除手伝ってもらえないかしら？どうしたの？子供たちには台所って素晴らしい遊び場だったよね。ミーの兄弟でも我慢できないよ。我慢しなさい。ほんの一日くらいのことだから。明日も明後日もずっといるかもよ。ずっとってどのくらい？お母ちゃんの家の隣が火事になって、家の中が水浸しになっちゃったんだって。だから当分帰れないってこと？その通りだ。なんでもこんな大きくて広い家は初めてらしい。嬉しくて夢中ではしゃいでるんだな。まあそうだったの。あんなに喜んでる。当分我慢しなくてはな。もちろんですわパパ。いいわねムーミンも。ひどい一日だったな。こら、ここは僕のベッドだぞ。ここが気に入ったんだよ。ダメダメ、ミーのベッドに行けよ。私のベッドも占領されてるの。ここに泊めてもらうわ。あの子たちの相手で疲れちゃっても。笑い事じゃないよ。眠れないし体中痛いし。でも家が水浸しなのはかわいそうじゃないか。当分こういうことが続くと思うと嫌になるよ。砂付近はいいな、自分だけの家があって。ムーミンが家を出たらいい。え、僕は？自分だけの家を作ればいい。それはいい考えだけど僕には無理だよ。やらないうちから無理だと決めてしまうのかい？だって家を建てるなんて。人はいずれ家を出て
自分の家を建てることになるんだ。それがちょっと早くなっただけさ。うん、でもどうやって建てればいいの？君はムーミンパパがたくさん本を持っているのを忘れている。パパの？あ、そうか。よし、よし、これを建てるぞ。かっこいい。みー、これを建てるの？そう、人はいずれ家を出て自分の家を建てることになるんだ。それがちょっと早くなっただけさ。じゃあ私も手伝う。本当？よし、まず家の土台の石を探さなきゃ。これはいいや、よし。ごめんよ、スティンキー。ダメだ、ミー。別のを貸してくれないか？いくつのコギリをダメにすれば気が済むの？だって途中で引っかかっちゃうんだよ。それが最後よ。あいつら何をする気だ？崩れてる。ミー、ちゃんと石を積んだんだろうな。私じゃないわ。いや、あそこはミーが積んでた。私じゃない。ミーだ。あ、そう。私手伝うのやめる。ん？帰るわ。あ、帰れ帰れ。誰も助けてくれなくたって一人で立ててみせる。大丈夫だよ。スナフキンから聞いたわ。自分の家を作るんですって。うん。ここが二人の家になるのね。え？頑張ってね、ムーミン。あ、うん。あ、それからこれ後で食べてね。じゃあ私お邪魔でしょうから。フローレン、ありがとう。じゃあね。なんだ、手伝いに来てくれたんじゃないのか。家ができたらスナフキンやみんなも呼ぼうっと。おはよう、ムーミン。朝ごはん持ってきたわよ。
なくてもいいぞ。進んでるわね。もう少しで壁が終わるよ。あれ？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 ムーミン？玄関とマルはどこ？え？あれ？夢中でやってて気がつかなかった。ねえムーミン、この玄関隙間だらけね。きっと開くのに楽だよ。何この穴。ミー専用の出入り口さ。あ、私だけの。ありがたいけど下からくぐって入れるわ。雨だ。あ、いけない、屋根がまだだったよ。私何か雨を防ぐもの持ってくるわ。ハチシやっぱり手伝う。もっと早く屋根を吹いておけばよかった。マーミー、ミー手を離すなよ。天窓から雨水が持ってるんだよ。天窓なんてあったかしら。それにしても寒いね。煙突を作って火を焚かなきゃ。ほとんど出来上がったね。ええ、あら、ムーミー、煙突が曲がってるわよ。分かってる、これでいいんだよ。傾いた家とうまくバランスが取れている。さすがはムーミンだ。そうなの。へえ、なかなかユニークな部屋だね。これは一体何に使うんだい。スナフキン、これなら2階から降りてくるのも早いでしょ。あ、うん、でも2階へ上がるときはどうするんだい。え、そういえば登ること考えてなかったな。あたしにいいアイディアがあるわ。はしごでもつけるの。違う違う、もっと簡単で早く登れるの、任しといて。準備はいいかエミ。いいわよ。どう？すごく楽でしょ？ミーは楽でも僕は全然楽じゃないよ。やっぱり僕ははしごを作る。よし、できた。これでほぼ完成ね。なんだかへんてこな家になっちゃったの。ねえムーミー、パパやママに見せましょうよ。あ、うん、いいけど。ね。と。
ついにできたか。おめでとう、ムーミン。ちょっと変わった家なんだけど。よし、早速見に行こう、ママ。ええ、そうですわね。私も見に行っていいかしら。どうぞ。あれ、ミーの弟たちは？さあ、どこかしら。きっと外へ遊びに行っているのよ。そうですか。こんなところにいたのね、お前たち。僕の家から出て行け。これじゃまるで遊園地じゃないか。あんなに楽しそうな子供たちを見るのは久しぶりですよ。ムーミンもいいことをしてくれた。本当に。お宅が住めるようになるまでこの家で過ごしてはいかがです。いいんですか、ムーミン。いいだろ。僕が住むより家も喜んでくれるかな。ありがとう、ムーミン。ありがとうございます。何、困った時はお互い様です。この家、私たちのために建てていたんじゃなかったのね。いつか。え？いつかもっともっといい家を作るよ。楽しみにしてるわ、ムーミン。ある大金持ちのおじさんが亡くなって、そのお屋敷をパパが受け継ぐことになったんだ。でも僕たちには家があるからいらないよね。え？そのお屋敷には幽霊が出るんだって。パパ、面白そうだから行ってみようよ。次回、楽しいムーミン一家、パパは大金持ち、お楽しみに。光と遊ぶ